あのお酒はおっぱいだけおっぱい <laughs> また間違えた <laughs> おっぱいじゃない <laughs> 一杯だけはい女子ゴルフのファイナル QT 初日の結果をお伝えしたいと思いますあの以前お,お配りしていたあの無料プレゼントね LINE 登録してくれた方にあげていたあのスリーパット撲滅練習法の基礎っていうね あのコメントいただきましての、ヘッドアップしなくなったよっていうね、コメントいただきまして、本当にありがとうございますあの。無料なのでね、まだもらってない方は、概要欄の方から LINE 登録してもらえればあの、もらえるようになってますので、ぜひ受け取ってみてください。あと、あの有料配信サービスをタダで見る方法なんていうね、ドラ動画あの、メディアブルっていう媒体でお話ししたりしてるんで、そちらの方もよかったら見てみてください。 あの、いろんな動画を載せているんで、まあ、月額料金かかる動画とかもあるんですけどもね、無料で、あの、見せているやつもありますのでね、あの、サイト内の私のアカウントを全部、あの、ご覧になって見てもらえれば、面白いのがあったらぜひ見てもらえればなと思います。はい。で、結果なんですけども、今日トップに立ったのは3人。高校生で今年受かった菅風花ちゃんですね。 アンダーちょっと我慢のゴルフだったと言っていましたけども、風が強かったみたいでね、でも、ファーストステージも風強かったのでね、あの、それが自信になったんじゃないかなと思いますけども、あとあの、口のほくろがセクシーな藤田カレンちゃんですね。ファーストステージはね、1位通過しましたからね、まあその調子のまま来てるんじゃないかなと思いますね。 そして、女子ゴルフ界のガッキー。ガッキーではないんだけどね。荒垣ひなちゃんね。荒垣ひなちゃんですね。はい。もう、レギュラーで優勝してるんだから、まあ、こういうところでね、うろちろする選手ではないんだけれどもね。まあ、しょうがないよね。本当にこう、なんていうのかな。ちょっと調子崩すと、こういうところに出なければいけないというね。はい。シード取るっていうのは本当に難しいわけですよ。 ね、ちょっと調子崩してステップアップからしか出れないっていうのもねあのみんな経験してることなのでね本当に一握りなんですよね。はい、で佐藤康子選手とかは、まあ、もうベテランですよねもう40代ですからベテランの選手なんですけども娘さんにね来年無職になるか今週は大事な試合なんだと言って出てきたそうですね。<laughs> あまあ、そうですね。でも、無職にはならないですよね。あの、ファイナル QT は104人出てるので、その104人の最下位になっても、ステップアップツアーには必ず出れる順位になりますのでね。だって、ステップアップツアーだと、だいたい枠が90人とか100人の試合なんですよ。9人、90人だとしますよね。あの、90人とか100人の枠がある試合。 なんですけども90人としたら104位になったとしますよあのビリになっちゃってねランキング104位になってしまったとしてもレギュラーツアーに上位のこう30人とか35人とか40人とかそれぐらいの選手行きますから残りの選手たちでステップアップツアーの,あの枠を埋めようと思っても埋まりきれないから絶対出れるんですよね出れるんだからまあ無職には多分ならないと。 思いますけどもね。でもそれぐらい大事な次第だよっていうことで娘さんに言ってきたと思うんですけどね。はい。そして、セクシークイーン、安シネですね <laughs>。なんだかんだ言って安シネやっぱりスコア出すよね。あの、見た目だけじゃないというかね、あの、ビジュアルの面だけが先行しちゃってるのかなと思いきやね、ちゃんとスコア出すもんね。大したもんだよね、本当。まあ、 実力はあるのでねこ、この成績見ればね、まあファーストも上がってきたんだし、やっぱり実力はあるんだろうからね、まあ他の日本人選手もね、負けないで頑張っていただきたいなと思いますけどね、はい。ビジュアルで負けてるんだったらゴルフで勝たないとね、<laughs> まあそういうこと言っちゃいけないね。はいで 私、千葉花ちゃん結構好きですね。あのー、沖縄の子なんですけどね、喋り方がね、なんか面白いんですよね。面白いって言っちゃいけないか。あのー、可愛いらしいんですよ。喋り方がね、好きなのでね、ちょっとあのー、インタビューとかね、まあ、結構見てほしいかなと思いますね。はい。川本ゆいかっも、上野にゃねこちゃんもね、ここの位置に来てます。まあ上位に入らないといけないっていう、もう瀬戸際なのでね、まあ、 実力を発揮すれば、上位に来る選手であってもね、この 4, 4日間だけですから、この4日間調子悪かったらダメなんだよね。はい。だから、過去の選手でも、例えば岩井姉妹なんかでも、岩井昭恵ちゃんが70位とか、千里ちゃんが90位とかね。QT、あのー、失敗しちゃったんですよ。もう上位に来れなかったんですよ。ファイナル QT 出てね。それでも、あのー、 まあ、チャンスを生かしてね、推薦で出させてもらったやつとかで、ポイント稼いで、後半出れるようになって、で、千里ちゃんが2連勝したでしょ。ああいう風に、まあ、すごい活躍する選手もいたりするのでね、実力があればっていうのもあるんだけど、チャンスが少ない分ね、やっぱりね、まあ、桜井心ココナちゃんみたいに、ステップで、まあ、しっかりと優勝を重ねてね、 その翌年に、あの、レギュラーツアーの出場権を得るっていう感じの選手ももちろんいますけどもね、なかなかこう、レギュラーツアーに推薦で何試合か出てね、結果を出すっていうのはなかなか難しいのでね、はい、上位に来てね、頑張りたいところでしょうね。はい。そして、森綾乃ちゃん、昨日も言いましたけどね、あの、三橋プロのところで、まあ、明日は初日だから、 あのお酒はおっぱいだけ、おっぱい,い <laughs> また間違えた <laughs>。おっぱいじゃない、<laughs> 一杯だけっていうねあの、インスタで上がってましたけどね。あの <laughs>、また間違えちゃった。ね、まあ、おっぱいも素敵な方ですけどね <laughs>。はい。あのー、ね、これだけスコア出してるとね、やっぱり、あのー、実力があるなっていうのを見せてくれてるんじゃないですかね。ギリギリ通過だったけどね、ファーストはね。はい。 そして人気の宮田なるはちゃんもここにいますね。林なの子ちゃんも。うん、まあツナンダー多いね。あとね、関ゆうてぃんちゃんなんですよ。関ゆうてぃんちゃんね。今日17番でイーグル取ってね、なんとかツナンダーまで持ってきましたけど。17番はちょっとサービスホールなのかな。バーディー多かったもんね、今日ね。はい。そして岸辺桃子ちゃんも応援してるのでね。もう、関ゆうてぃんちゃんもさ、岸辺桃子ちゃんも、 あと、小倉紗絵ちゃんもそうだよ。一年でね、たった一年でシードを逃してしまうっていうね。はい。まあ、シードを確保するっていうのは本当に大変だなっていうのをこれ見てわかるでしょう。ねまあ、小倉紗絵ちゃんは今日は唯一のノーボギーですよ。ね頑張りましたよね。はい。岡山出身の選手が好きな方。まあ、ぶこちゃん関連の選手を応援してますよっていう方はね、ぜひね、小倉紗絵ちゃん応援してあげてください。 はい、そして高木優奈選手も2アンダーですねまあなんだかんだ言ってまあこの子はレギュラーで通用する子だなとは思っていたんですけどプロテストだけちょっとねなかなか浮かんなかったけどねはいそして同じ、あのー、三橋プロの門下生なんだかエロい竹内美幸選手ですね <laughs> <laughs> なんだかエロいって言っちゃら、言っちゃらだって、言ったら怒られるかもしれないけどね、はい、いやでも、ね、まあ可愛らしくてでそれの、その中でもなんかあの、ねあの、色っぽい感じの,あの女性なのでね、はいまあ、この選手もね結構人気ある選手なので、上位に来てほしいなあの、レギュラーに、ね、出てほしい選手ですね。はい そして、岡山桜陽高校。まあ、桜陽学園高校に変わったそうですけどね。末裕いちゃん、渋子ちゃんの一個下の後輩ですね。はい。まあ、頑張ってますね。あの、ゴルサバとかも優勝してたしね。なんとか、まあ、出てほしいかなと。はい。思います。そして、次ですけどもね。渡辺彩香選手のコメントが載ってましたね。緊張してたって言ってますよ。これだけシードを守ってきてた選手でも、 優勝もしてる選手でも緊張したって、やっぱり QT っていうのは本当に過酷だよね。これだけの実力のある選手でも緊張したって言ってるんで。まあ、関ゆうてんちゃんと同じ17番でイーグル取ってましたけどね。まあ、それでなんとか、あの、ンアンダーまで持ってきたのでね。まあ、この調子でいくんじゃないかなと思いますけどね。まあ、実力者ですからね。時々、やっぱりね、時々、 ドライバーが曲がってっていうのが、ちょっといつもの,あの感じですよね。ちょっと心配。優勝争いしてるときにあれが出ないといいなっていうあの感じのところをファンの方はよく見てるんじゃないかなと思いますけど。はい。ワンダー、他に,他にもいますね。夢かデラックスもいますね。小林夢かちゃん。ダイヤモンド世代、遅れてきたけど、早く追いついてくれっていう感じですよね。 はいはい、中曽根、すみかだよのすみかちゃんですね。ワンアンダーです。サイン色紙当たってるのでね、すみかちゃん応援してますよ。はい、で中村かの選手ですよ、去年ね、QT、あのー、体調不良でね、途中棄権したので、試合に出れなかったんですよ。なんとか頑張ってほしいですね。去年、あのー、ルーキーイヤーだった子ですよ。受かってね、あの去年、あのー、プロテスト受かって。 今年はルーキー嫌だったんですけども、そういうことでね、出れなかったんですよ、試合にね。はいまあ、悔しい思いをしたので、頑張るもう気合入ってるんじゃないかなと思いますけどね。はい。まあ、これまた、作用のタンモエナちゃんですけど、イーブンですね。イーブンも多いですけどね。まあ、まだまだ3日間ありますからね。まあ、気を抜かないで、1日ドンと。 スコア落とすことがあればもう逆転不可能みたいな感じになってしまう可能性もありますからね。みんな気を抜かないでやってほしいかなと思いますね。はい。鶴岡カレンちゃんも言い分ですね。カレンちゃんは、うん、やっぱりね、レギュラーに来てほしい選手ですよね。はい。もうなんか笑顔がいいよね、この子ね。 もう本当に楽しそうな感じでゴルフするもんね。あの笑顔はいいですよね。で、石田佳奈子選手も、ちょっとこの、このなんかこう、底知れないキャラクターがいいのでね、ちょっと、あの、どういう感じであのインタビュー受けたりするのか、ちょっと楽しみな選手かなと思いますのでね、ちょっと出てきてほしいな、レギュラーにね。はい、そして、篠崎愛ちゃんではなく、 篠崎マナちゃんですね。マナティーもイーブンですね。はい。まあ、6人出てますからね。あの、三橋プロの,あの教え子の皆さんがね。みんな頑張ってますよね。金組もそうですよ。あと、清本みなみちゃん、プロテスト1位通過の、もう得点でね、ファイナルから出場ということですけど、このコース連覧4ラウンド回ったそうですよ。だから、 まあちょっとショットが良くなかったけど、まあ、なんとか耐えましたっていう感じだそうですけどね。はい、まあ、飛ばない子なのでね、153センチの子なので、もうバコーンとね、ドライバーで、あのー、ゲームを作っていくみたいな感じの子ではないので、ショットでもう、あのー、つけて、耐えるとこは耐えて、狙っていくとこは狙ってね、バーディー取っていくっていうプレイだと思うのでね。 まあ風は強いけども、なんとかまあするんじゃないかなと思いますけどね、この子は、はい。まあ、A 地区ですごいあの飛ばしてたソン・ガウンが、そんなにね引き続き行くのかなと思いきや、そうでもなかったら、この選手も上位に来るかなと思いますよね、ちょっと怖い存在。はい そして次ですけどもね。はい。三ヶ島かなちゃんがここなんだよな。ちょっと出遅れたかな。まあ出遅れたうちには入らないけどね。三ヶ島かなちゃんであればもう逆転してくれると信じております。私はね。はい。まあ香菜ちゃん自身もね、左足の怪我がなければ、まあ、ここは余裕で通過して、レギュラーでね、普通に、あのー、 心配することなく、出場できるかな、できないかなっていうギリギリのとこじゃなくてね、そういったところの位置でフィニッシュできるんじゃないかなとは思いますけどね、4日間回ればね。はい。1日だけじゃわかんないですよね。はい。そして、エロボディ安田綾乃ちゃんと、いとしのファンさんが2オーバーだ。はい。もうちょっと上げていかないとね、安田綾乃ちゃんは絶対レギュラーで、ね、映像に映ってきてほしい選手ですよね、ここはね。 はいとしのファンさんも出てほしいですね。まあ、ぼちゃんの、ね、年上の選手ですからね、ま,あ、まだまだ頑張ってほしいなと思いますね。はい、あの唇を見てほしいですね、皆さんにね。<laughs> 夢に出てきてくれたことをね、やっぱり思い出しますよ、ファンさんがね。私に覆いかぶさってね、ディープキスをされたんですけど、夢の中でね。あの唇の唇らかさ今でも 思い出しますよね感覚が残ってるもんね。<laughs> そんな夢を見たこと皆さんありますかね。この選手となんかあったっていうね。夢で、夢だけどね、ね興奮しちゃうよね。<laughs> 思い出すとね、はい。そして次ですけどね、くだらないこと言ってないで、はい、もうレジェンド、イーチヒ選手もちょっと出遅れたかな。スオーバーね。20年連続シード持ってたんだよ。 すごいよね。もうレジェンドだよ、本当。ねまあ、常連だった選手でもね、あのー、数年守ったけど、シード落ちして。で、シード落ちしてね、ねまあ、準シードにも入れず、で、QT 出なきゃいけないっていう選手がね、もう何人もいるでしょう。そんな中で20年ずっと守ってきたんで、Q シリーズ、Q シリーズじゃない、QT 一度も出てないんですよ。チヒさんね。 すごいよね。障害獲得賞金12億ですからね。はい。まあ、すごい選手ですよ。はい。ちゃんももも、ツオーバーだね。ちょっと心配だな。まあ、今年ずっと調子悪かったのでね。やっぱりブライトなんなのでね、頑張ってほしいですよね。はい。ちょっと飛距離の出る荒川玲香ちゃんも、もうちょっと伸ばしてほしいかな。この子もちょっと楽しみな選手かなとは思うんですけどね。 飛距離の出る子はちょっと魅力ですよ。はい、そして北海道の2人、も,もう一人、あの成沢由美ちゃんも右にいますけどね、67位タイに。北海道の子がね、ちょっとね、出遅れてるのがちょっと、ね、私としては、ね、残念なんですけどね、まあ一日ですかね、まだ初日ですから、まあ巻き返してくれることを願っておりますね。はい、そして、 池谷るなちゃんですよ。67位タイだね。ちょっと出遅れたけど、ま、なんとか巻き返してくれることを願っています。ルナちゃん、頑張ってくれ <laughs> ね。ねインスタ見た方いますかねあの、そんなに動画とか画像は上がってないんだけどね。池谷ルナちゃんで検索してみてください。あの、インスタでね、プロフィールのとこ見てください。ハッシュタグ。シャープね。ハッシュタグってシャープ。あの、ブスでもデブでも。 大根足ででもってていいうね書いてあるんですよ、はいまあ、私はこの講演したいなと。で、その心配なのがね、キャディーが今回梅ちゃんなんですよ。梅ちゃん、別に梅ちゃんが悪いわけじゃないですよ。でも梅ちゃんを担ぐ選手って、まあレギュラーシーズンでね、寄せ落ちする選手が多かったので、ちょっとそれが心配でね。 それが今回、ルナちゃんにもこう襲いかからないのかなっていうのは心配してますけどね。別にキャディーがなんか悪さしてるわけじゃないですよもちろんね。梅ちゃんもあのちゃんとプロキャディーですから、しっかりと選手にいい成績出してほしいからあの、きちんと仕事はしてるんですけどもね、まあ。たまたま担いだ選手が調子悪くて予選落ちが続いてるっていうのがあるんでね。 はい、去年ね、ルナちゃんは 40, 40位だったんですよ、去年ね、QT。で、40位だと、まあ、昨日ね、30位ぐらい目指したいよねって言いましたけどね、あのー、前半戦、まあ、今年だと日米レディースまで16試合あったんですけどね、その中で、ルナちゃんは12試合出てるんですよ。40位でも12試合出てますから。 まあでもね、出てるって言っても、出てるのは出てるんだけどね、その、ちょっと心配しながらっていうのがあるんで、やっぱり上位に入りたいわけですよ。試合に出てますけども、ウェイティングで待って、繰り上がりでね、欠場者が出て繰り上がりで出場できたっていう試合もあるんで,で、そういう時って、ウェイティングで待たなきゃいけない選手、ああコースに行ってね、 練習ラウンドはさせてもらえると思うんですけどでもあの欠場者が出なければ出場できないのででも一応待ってるわけですよであの誰々さんが体調不良で、えー、欠場しましたので繰り上がりで出場できますよってね連絡が来て「はい」って言って行くわけですよね駐車場とかで待っててね行くわけですよ、うん、それなんだけどやっぱりねあのー 出れないっていう、欠場者出ませんでしたっていうのもあるでしょう。ああ、がっかりと。練習ラウンドはしたけど、ああ、がっかりだな。1円ももらえずに、交通費かけてね。で、念のためにホテル取ったりなんかしてる選手はもうパーですよね。はい。まあ、そ,そういうこともあるんでね。いや、厳しいですよね、ほんと。まあ、男子プロもそうだけどさ、本当あのー、 夢があるよねっていうのはもうほんの一握りだよね。ねまあ普通のサラリーマンからすればすげえ稼いでるなっていう子はもうほんの一握りだよね。はい、まあ中にはまあ顔が良くてねあのスタイルが良かったりとかしてねあのスポンサーになってもらってるっていう子もいますけどね。はい、やっぱりもう すごい稼いでるなっていう子はもう本当に一握りですよ。夢があるなっていう子はね。はい。そして横峯桜ママもここですね。もうちょっと頑張らないと。まあぜひママさんたち頑張ってほしいな。はい。そして吉田由美子ちゃんですね。4オーバーちょっと出遅れたけど、あれ見ましたかねあのインスタ。 インスタでね、吉田ゆみ子ちゃんの、まあ、アルバ TV との,あのコラボでね、ゆみチャンネルっていうのをやってますけど、原エリナ選手とね、まあ、フレンチを作るみたいなのね、あ,あるんですよ。あれ、ぜひ見てほしいなと。なんかね、あの、原エリカちゃん、あ原エリカちゃんじゃない、原エリナちゃんの方ね、原エリナちゃんの方が、なんかあの、あの、まあ、吉田ゆみ子ちゃんがカメラ持ってね、もう、 キッチンに入っていくそして原恵リナちゃんが「おかえり」って言ってね「疲れたでしょ?」みたいな、ね。でフレンチできてるよみたいなねそういう,そういうねこう小芝居をやるわけなんですけどやっぱり照れちゃってねあの間違えたり言い間違えたりねすごく面白いのがあるんで是非インスタを見てほしいなと思いますよね。はい。あれはちょっと傑作ですね。はい。そしてこれが最後ですね。 ほ、はい、ら、セイラ選手とかさ、木下綾ちゃんとか、吉原海海とかもそうだよ、大出瑞希ちゃんとかも。いやー、ここ、ね、ちょっと出遅れちゃったけど、まあ、でも、ね、しょうがないよね。まあ、過ぎたことはしょうがないのでね。はい、まあ、巻き返してほしいなという選手たちは多いですよね。まあ、どの選手も まあ皆さんがどれだけ応援してる選手が出てるかはわかりませんけどね。ぜひ、この人応援してるよとかね、言っていただければ私もね、ちょっと注目して見ていきたいなと思いますのでね。はい、私の好きな上竹のんちゃんがファイブオーバーなんだよな。はい、ぜひ、のんちゃんには復活してほしいですね。まあたとえ、まあこの QT ファイナルが悪くてもね、ステップには出られま,出られますから、なんとかステップ、 で、まあ、戦うにしろね、なんとかあの少ないチャンスでレギュラーに上がってくるっていう感じで、どんな結果であっても受け止めて、まあ、来年頑張ってほしいなと、復活してほしいなと思いますよね。まあ、先ほどママさんが、ママさん頑張ってほしいってい、まあ、毎校若林選手もそうですね。はい、元アスカちゃんも、ね、井上コーチが、 あの、ボロボロ泣いてたのでね、まあ、ここでいいとこ見せて、QT 成功して、レギュラーツアーに行ってほしいかなと思いますけどね。はい。まあ、目がクリクリして可愛いよね、この子もね。はい。そして、右側行ってみましょうか。常文江選手、どうしちゃったんだろうね。あんだけもう、あの、そのガウンを抜いてね、A 地区で、 1>, 1位で通過したんですけど、いや、どうしちゃったんだろうね。まあ、時が変わればね、あの、時が変わればっていうか、場所が変われば、コースが変われば、そりゃ変わってくるのでね、はい、まあ、また1週間経てば、またガラッと変わっちゃうしね。先週予選落ちだったのに、今週優勝しちゃったなんてよくあるでしょ。ね、山下美夢ちゃんなんか、2週連続予選落ちの後、メジャー大会勝ったり、 したでしょうでメジャー大会勝ったら翌週予選落ちとかね、うん、そんなもんなんですよねまあそういうこともあるのでねまあ平岡るいちゃんはちょっと厳しいな8オーバーはねえるいちゃん狙、ね、ラモスるいから取ったっていうねちょっとねよくわからないまあお父さんがつけたのでね野球やってたお父さんがねサッカー選手の名前をつけるって意味わかんないけどねまああの 面白いいんじゃななですかそれもね <laughs>、はい、話題になって私もそれで覚えたんでね、平岡るいちゃんね。あの太ももの筋肉と、ミニスカート履いてる時にね、プレイしてるところを見たら、あの太ももの筋肉すごかったんでね、相当トレーニングしてるな、この子って思ったんですけど、まあ、2日目もね、まあどうなるかちょっとね、見ながら頑張って見ていきたいと思います。また明日もよろしくお願いします。